よーし、レゴマーベルスーパーヒーローザゲームを続きやっていきます。よろしくお願いします。前回はまだこのステージをクリアしてなかったんでね、いきますよ。なんだこの新しい、あのか、あの顔が長い人か、フランケンシュタインみたいな。これは多分こいつじゃないかな、ウルバリン、ウルバリンのなんか狙えるね。あ、違う違うな、予想に反した動きをしてくるな。あ、これだ。まずこれを、あ、違う、あれだ、まずウルバリン、違った、なんだろうなんだろう、ウルバリンじゃないのかな。しかしハルクでもなさそうだし、もう一人の人、アイアンマン、アイアンマンでもなさそうなんだよね。なんか食らってるかな。あ、あ、いけた、アイアンマン最強説。おっと、なんだこれは、目からすごいスライムみたいな、変な伸びてる、あれ連打してもらった、違う、もうほっとくことにした。見捨てられたアイアンマン、レストインピース。しかしこの後にアイアンマンを使う何かが出てこれば困るな。違う、敵が多いんだよこのゲーム本当に、モブキャラがね多分多いな。しかし今回のステージはいろいろ顔がそれぞれ違う。あのさ、これどうすればいい、あ、助ければいいのか、消えた。これ組み立てるんじゃないか、違うな、これ組み、早く投げてくれ、それいらない、あ、組み立てるんじゃないか、違うな、スキャンしてこれか、でもう一回スキャンで登って横いけるのかな、大丈夫かな、いけるね。爪でスイッチを、そこいて大丈夫、君なんか巻き込まれて事故に、ああというフェイント。お、表情一つ変えずに、しかも画面から見切れてるし、ロン毛の人が来たな。一応これ全員囚人、あ、なんだ、あのテディベア持ってる、アボミネーションじゃなかった、確か出たね、アボミネーション。結構可愛い一面あるんだな、ぐっすりで全く起きないぞ。そしてアボミネーションなんでこんなとこにいるんだろう、磁力は、これはまだこのキャラクターじゃいけないのか、キャラを変えないと、どこだ、これなんかピクピクしてるな、これもスパイダーマンだな、テディベア、あれ、あ、これはアイアンマンできるか、寝てるところ悪いが起きてもらうぞ。結構連打が必要だこれ、どうなった、あ、ロン毛の人がちょっと痛い目に遭ってる。どうした、どう、静かにしろ、まだ起きる時間じゃない、どこに隠したんだ。これは違うな、こいつだ、センスで、これはかなり筋力が必要だろう、任せろ。アボミネーションといえばハルクがライバル、あのクマを狙ってたらすごい怒られそうなんだよな。ウィーンといって、ここ狙って、違う、そっちだ、
ついつい三角押しちゃう。あれ知力か。あ、壊せた。ん？そんなところに隠れてやがったか。見えん。これもうまいこと破壊して、ハルクはこんな狭いところに来れないと思います。違う、外に出るのか。外に出ていいのかな。もしかしてまずかったか。あれ、ここだな。その前にここに来たんだから、あ、これか。壊して、はいはい、できたできた。あのスイッチを入れるには武器か先の尖ったオブジェクトが必要だ。こいつジャンプ力があんまないんだよ。そうやって登るんだ。ん？あれ、遅いぞ。タイムアタックしてるんだから。してないけど、これさ、上にどうやって登るんだ。あれ、どうやって登るんだ。あ、こっちか。灯台モトクラッシュ。爪の人をお呼びです。爪でスイッチ入るんだね。ちょうどいいサイズでしたっていう。オープン。なんか壊してね、自分たちの機械壊…あ、自分たちの機械じゃねえのか。それさ、これは囚人たちだもんな。せっかく出てこれたのにね、いきなりこうやられちゃうのは残念でしょう。ちょくちょくほんとサボってるからね、こいつら。出た出た。はい、違う、どう…これ毎回操作がね、ややこしい。刀、二刀流。おじいちゃん、こいつさっき見たかな。さっきじゃない、出て行け。あ、カメラにアタックしてきたな。ってことはジャビス、エレベーターコントロールをハッキングできるか。あそこに行きたいんだ。了解、エレベーターコントロール接続中。ロンゲとハゲがコラボレーションしてる。ちょうど大脱走の瞬間に間に合ったな。スーパーヴィランだらけだな。スーパーヴィラン？スーパースーツの出番だな。なあ、そのスーツ、少し手直しがいるようだな。気のせいか、ずいぶん涼しくなった気が。白黒つける時だな。終わりだ、かかってこい。よし、まずセーブ。ああ、まずセーブして、アイアンマンがちょっとパンツなんで、ここは2人で行きます。ハルクとの2人で行きます。でまずね、ハルクでこういう雑魚キャラを1人ずつじゃねえ、ハルクスマッシュだ。やっぱハルクスマッシュが効くんじゃないか。あれ、こいつもハルクスマッシュ効かないかな。どうした？重いものを投げつければセイバートゥースを引きずり下ろせそうだ。こいこか。ハル
組み立てはできないんだよ、ハルクには。ハルク組み立てできないっていう。いや、そっちじゃない。どっちに当てればいいんだ。こっちでいいか。一発 KO、 ハルクスマッシュ。方向が難しいんだよ、ハルクスマッシュは。直線上にしかね、周りに攻撃というより目の前の戦場を攻撃なんで。あれ、こいつモブキャラに混じって。もう一回だね。組み立てます。組み立て専用です。あれあれ、ちょっと持てない。あ、持てた。いきます。ワンパターン、ウルバリンで行ってあげよう。ウルバリンアタック。あれ、これウルバリンで一気にできないかな。よし、あれ、できない。ウルバリンであんまり強くないな、ウルバリン。使い方の問題だろうか。ハルクだ、やっぱり。おお、全然違う。こうモブキャラに混じるんじゃない。掴んだら結構めんどくさいな。見たいてた。ラストかな。毎回3回で終わる気がするんだよね、こういうのは。途中で申し訳ないが退散させてもらおう。マジかよ。あ、壊しちゃった。よし、退散しねえじゃねえか。こっちじゃねえんだな。こっちでほいっと。まだか。スマッシュ、ダメだよね。いや、あとハート1って書いてるよね。あ、こっちにもあるわ。ラスト一発お願いします。任せろ。ああ、また壊しちゃう。ああ、壊しちゃう。なんだろう、丸で掴むんだけど、丸押したら攻撃もしちゃうからね。いけ。誰にも止められない。早い。止められるの早い。チェックポイント結構あるな。あー、なるほど、顔を照らせってことか。そのまんまだけど。光といえば違うな。これ、この黄色いやつなんだ。特によくわからん。光をそのままは攻撃できないと。光を、あ、なんかある。でもこれ 今できないんだよね、多分。セーブか、これは。そうやってセーブさせて。よし、もみあげで
なんかするんだ。あ、なんかある。ん？今なんかあったー。で、あ、ここか。見落とすわ。空中で攻撃できないからな。どうしよう。あ、そう、狙えるんだった。ちょっと待って。ちょっと忙しい。狙えない。あれ？これだ。これで組み立てるんじゃないのか。違うかな。そこを行くのはどうするんだろう。あ、これもしかして2段ジャンプできるじゃん。え、2段ジャンプできるんだ。あれ、これどうやって攻撃するんだ。もう一回、うん、違うな。何か狙える場所でもあるのか。掴むとめんどくさいな、ハルクは。あ、緑になってる。黄色じゃない。よし、お前の出番だ。もみあげで、なんだこれは。車じゃない、ジャンプ台移動させるね。あ、なるほど。これでライトを落として、ん、あ、違う、乗れてね。乗るとき、よし、アボミネーションを照らします。すると、なんということでしょう。眩しい。攻撃できるようになります。よし、出た。パート1ぶりのこの謎のアクション、連打なのかよくわからないやつ。首がめり込んでる。で、これをもう何度かやればいいのかな。うわー、それ壊されたらあと1個ぐらいしかないぞ。こっち側にある。違うな。私がいないと。おっと、雨で。いや違う、ただの操作ミスでした今のは。これでもう一回ここだね。なんか出てくるんでしょう。で、さっきと同じかな、これ。三角で乗っちゃ、なんでそっちに来た、お前は。わざわざ。あ、こうやって動かすね。スポットライト浴びてます。目に良くないよ、直射、あの、太陽を直接見るのは。もう殴り合い、ガードなしの男と男の殴り合いが見れるこのゲーム。あれ、まだか。ライトがもうない気がするけど、あとどこだ。そのピンポイント狙わなくても、ハルク一番強い。そのライトかな。ライトっぽいのが、あとここにあるやつしかないんだよね。でもこれさ、使えるのかな。使えない。ここ開いたからさ、あ、ここから行けるんだ。開いたから、なんか上にあるアイテム、でも取れるかな今。まあいいや、ほっとこう。違う、ここだ。ん？こっちでもなかった。スイッチを、これだね。あれ？よし。
もうあとは時間の問題で、アボミネーションは、あー落ちちゃダメよ。あーそうじゃない、あれ、あー誰かと思った。あー落ちるな。もうそっちじゃ来ないでよ。あーあと2段ジャンプは意味、あーグダグダだな。そっちじゃない、向きが違う。乗ろうとすると後退しちゃうんだよね。かわいそうに目が使い物にならなくなってしまった。てか、あ、今ハルクちっちゃいやつになってるかもしれない。あ、でかくなってた。男とサシの勝負にモブキャラが自分の腕で殴らせるっていう、なんとも。奏者は他に誰が？ああ、他にもスーパーヴィランの匂いがする。マンダリン、レッドスカル、ロキだ。ソウはどこだ？アスガルドだ。このことを伝えねば。あん？よし、ステージクリアしました。トニー・スターク、下着バージョンのアイアンマンがゲットできました。お、アボミネーションも。ゼロ、あ、ゼロじゃなかった。88、結構来たね。ゼロ。じゃあ一旦区切るかな。どうしようかな。まあ待とう。我が愛しの故郷アメリカをレッドスカルから救う。ハルク骸骨倒す。ハルクズボン破れた。だから私の服はぴったりしてるのに動きやすいんだ。素晴らしいだろう。さすが我がアメリカの技術。追うべき相手がいる。また連絡する。多分な。トニー、スタークタワーに戻ってもう少し。あ、まずは服だな。まあ実はこの前作ったばかりのいいスーツがあるんだ。コズミックブロックを取り戻すにはアイアンマンが必要だ。スタークタワーでスーツを着てくれ。じゃあ一旦ここで切りましょうか。ではお疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。